じゃあ始めますか。いつもどうも。それじゃあの定例の会見を始めます。で特に私の方から言うことはないって言いますかありませんので、何かありましたら多分選挙のことはお聞きになるんだと思うんですが、ありましたら。じゃあ共同の福島です。は。選対委員長としてお伺いするんですが。立憲民主党の枝野さんがですね、ダブル戦に備えて衆議院の選挙区の野党候補の一本化に向けた協議を、統一地方選挙後に各党に呼びかけたい意向を示したんですけど、選対委員長として、まだ来てはないんでしょうけど、もしそういう話があったらどう前向きに捉えるのか慎重なのか、その辺を教えてください。まずダブル選挙との関係で、そういう候補者の調整含めてしたいという、ご意見ですけども、私は2つあると思うんですけど、1つはやはりダブル選挙の可能性というのはね、やはり否定できないということだと思うんです。でそういう意味から言いますと、2つ目にやはり参議院選挙での今32ある1人区で候補者の調整を幹事長、書記局長、幹事長の間で、また選対委員長も含めて、いろんな部面でやっています。でその延長線上から言っても必要なことだと思いますし、それらのことで一層一番大事なのは、逆に安倍政権がダブル選挙に打って出てくるっていうことになればね、ダブル選挙そのもの自身で迎え撃って政権を打倒していくということの意味合いが強くなりますから、しっかり議論していきたいと考えます。その、前向きご意見いただいたと思うんですけども、その参院選の一本化っていうのは、現状ではまだ事実上決まっているのは3つだと思うんですけど、参院選の候補者と衆院選の候補者はリンクしながら協議していくっていうことはあり得るんでしょうかね。なかなか確信をついた発言ですね。つまりダブル選挙っていうのをね、どうに考えるかっていうことでしょうけど、なかなか私の考え方としましてはね、その選択肢が増えるってことありますよね。でそういうこともあるでしょうし、いろんな条件よく議論をしてですね、やっていけば戦いの方向がおのずと見えてくると、その辺は私ある意味で達観してましてね、本当にこれ倒そうと思ったらば、協力する以外ないと。でそこを発揮してるんですよ。で問題はね、本気で安倍政権倒すと、で安倍政権倒すと同時に本気で政権取りに行くと、そのためには本気の共闘が必要だと、この3つの本気があると思うんですよ。そこさえね、しっかり確認できれば、おのずと道は見えてくるというのが私の哲学です。それとちょっと個別の件で恐縮なんですけど、月曜日、職局長会談にも話題出ましたが、参院岩手選挙区の候補者について、その国民民主党さんは、再協議を要請しているようですが、改めて共産党として選対委員長としてお考えはどうお考えでしょうか。参議院選挙の岩手選挙区ですね、の候補者問題について再考を するしてほしいという意見があるかどうかということですね。再考の余地はありません。でこれはね、私も3月11日に東日本大震災の、8年を迎えた日にお会いしましたけど、なかなか素敵な方でした。それで合わせてこれは現地においてですね、現地は立憲の党がまだ構成されてませんから社民そして、国民自由共産という4党がずっと話し合いをしてきた経過があってですね、そういう私経過をよく知ってますから、その意味ではその一連の長い議論の過程を通じて
政策的一致と、まあ、候補者像、候補者の在り方、そしてそれぞれの党が持ち寄ったという経過ありますよね。でそういう経過からしますとね、まあ、ある意味で横やりが最後の土壇場でね入ってきたっていうもとでいろんなことが起きてるわけですよね。しかしそれ乗り越えて、まあ、決めようということで、3党が決めて、もう一つの党についても決めるのはやむを得ないっていう話をした結果ですからね、今更っていうこともありますし、私どもとしてはすでに共同の取り組みを開始をして、いろんな市民連合の方々をはじめとした運動も行っていますから、そういう余地はないと思います。はい、G 通信報です、はい、大阪12区の補欠選挙なんですけれども、立憲民主党と国民民主党は自主投票ということで、なんですが、まあ、個別に応援に入っている所属議員もいますよね。で衆議院 の小選挙区から、まあ、立候補している議員も結構いるわけですけども、ね、彼らなりにそんなしがらみにリスク取って応援に入っているとは思うんですが、相互主義の観点から次の総選挙でですね、そういう、まあ、今回応援してくれた議員ですね、選挙区で配慮するという考えがあるんでしょうか。もうすぐあれやね、リアルやねそこまで考えてる、私は要するに大阪12区の支援に入ってる人、まあ、の応援というか、そういうのを含めて考えてるかっていうことですが、えらい先の話してあるよねと思いますけど、でまだただね、私はまあ、昨日も私自身も大東に行ってまいりまして、国民民主党の平野博文幹事長も一緒に、演説していただきました。非常に気持ちのいい演説でして、やはりまあ、宮本武議員のね、そういう覚悟といいますか、それについての敬意を表していただくと同時に、これを決断して野党の共闘ということについて、方向性をね出していることに対して、まあ、敬意表するということがありまして、私としては非常に感動したと思っています。ですから今ありましたように、自主投票っていうのは随分前に決めてありますからね、そういう意味では私どもが最終的に本人からの申し出で、発表しましたのは4月の1日ですからね、ギリギリのところでやったということの意味があって、先輩の色濃い状況を、ね、脱するということでも本当に私どもとしては決断をしたということだと思っています。でそういう中で私は昨日調べてみますと、38名近くの方々の賛同を得てですね、事務所激励やそれから応援の訴えだとかっていうのをしていただきまして、もう本当に現職の議員にとどまらず、前職それから元職の方々も随分来られていて、かつてない私どもが運動した、まあ、無所属の形で立候補していただいた宮本さんに対するまあ、覚悟という問題もあるんでしょうけど、そういう激励いただいたことってかつてないんですよね。ですから私は本当に感謝しているし、何としても勝利のこじ開けたいということなんです。でそれで先ほど様相の選挙の様相についてもございましたけども、まあ、ある意味では確かにたくさん立ってますけどね、まあ、自民党の応援団、まあ、会見の連中と、まあ、連中って言ったらいいんだけど、そういう方々と憲法を守るということと、それから消費税の増税はあかんよねと、辺野古の基地建設やめようよねということで、共同のマニフェストを作った経過もあってですね、その意味でも、まあ、正真正銘の市民と野党の無所属候補、共同候補という戦いにですね、まあ、我々としては土壇場にようやくそういう形が作りつつあると考えています。ですから、まあ、何としても勝利するってことがまず今のところ最大の問題だと思っています。予約するとそれはそれこれはこれってことですそう簡単に言っちゃう今考える暇がないってことです
と言いますかね。うまいね。いやいや、こんな。ただね、私どもも前回のね、参議院選挙で失礼、参議院選挙もございましたやろ。その後衆議院選挙もありましたやんな。でそういう中でどういう方々とね我々協力したかっていう、それはいつでもこう懐に入れて走ってますからね。それはそれ、これはこれということはありつつも、あ、頭の中には全部入ってやるということも事実だとぐらい言ってきますか。ちょっと言い過ぎかな。うまいことついたね。はい、はい、毎週の年度です。ちょっとまだ一つ戻るんですけども、岩手の選挙区の関係で直接なんかこう自由党さんに対して共産党のまあ幹部の方がそのまあ見直す余地はないっていうことはどこかでもお伝えになってるんでしょうか。すでにこの間もほら月曜日でしたっけ、小池書記局長の会見でも言ったんじゃなかったですかね。そういう我々の考え方っていうのは、まあ、個別にねその問題についてじゃあお伝えしたかっていうと、それちょっとねそのもうすでに分かってると思いますが、まあ現地ではそういうことをすでに私も何回も言ってますしね、まあ、それはそれで何かあるのかもしれませんね。何があるんでしょうかね。どうでしょう、皆さんが期待していることがあるのかもしれませんけど、まだ日にちもありますから選挙戦最中ですからね、まあ期待には応えたいと思います。すみません、はい、フランス店の大塚と申しますが、はいはい、まあ、大阪12区の補選の何回も応援入られてますが、うん、感触について伺いますか。感触ですか、はい、こればかりはね、まあ、はっきり言って大変な選挙だと思います、うん、私どもとしては。それでなぜ大変かというとね、一つは先ほど申しましたように4月1日に私ども発表していると出遅れですよね、それはあります。でそれは明らかな事実だと、まあ、そういう意味では何がしんどいかというと、宮本武さんという方の衆議院議員としての知名度はあるんだけれども、12区の補選ということとのこう結びつきといいますかね、ストレートにこうつながると、そこが結構しんどいわけですよね。それと3つ目にしんどいというのは、しんどいというのは、これ今我々が今克服過程にあるというのは、やはり市民と野党の共同というね、候補者像といいますか、そういうものの浸透がどれほどできるかという問題がありますよね。でそういう点がありながらも、私どもとしてはしかし新しい市民と野党の共闘という形で、まあ、我々の委員長のところで言うとモメンタムというんですが、勢いというものが今度ついていっているという状況だというのが今の、まあ、感触です。関連しまして、はい、枝野幸男代表が事務所を訪れていたことに関する評価を伺いました。非常に大歓迎だし、大きな意味がインパクトがあったと思います。ですから私どもとしては谷枝野さんが来られたという、まあ、意味だけじゃなくって、それはそれでそれぞれ、地方選挙をですね抱えているわけじゃないですか、ね、でそういうもとであえてね来ていただいたということ、まあ、しかも大阪府連の会長でもある、辻元さんもお見えになったと。今度国民民主党の大阪府連の責任者でもある平野さんもお見えになったと、まあ、そういう意味では、まあ、いろんなしがらみといいますか、ね、いろんな困難というのを乗り越えて我々結束しつつあると、という意味での新しい勢いというのをね、これが次に、しかも次にもつながるという意味で極めて大きな意味を持っていると私は考えています。ありがとうございます。はい、ちょっと話題変わるんですけど、日米の貿易交渉の関係ですけど、関税の交渉を始めましたけれども、国内でやっぱりまだ農業分野とか自動車で懸念の声がありますが、政府に、交渉にあたって求めることになっています。
まず今日米交渉に関わってのことだと思うんですけど、そういう点についてどう考えるかということだと思うんですけども、私はこの問題について一貫して懸念を日本共産党としては表明してまいりました。でそれは物品交渉だけじゃなくて事実上の FTA 交渉になるということについて、声明し発表してきました。やっぱりそういうことがまさにその通りになってんじゃないのかと。しかもそれは日本の経済に関わる問題、今お話ありました農業の問題もしっかりですし、為替の問題も出てくるということはアメリカ側は言っています。でしかもトランプ大統領のこの間のやり口で言いますとですね、最初から全部出してくるわけじゃないんですよね。 ですから事実上の FTA 交渉になるという意味から言っても、私は逆に何て言うんですか、新たな提言をするというよりも交渉自体をやめるべきだというふうに考えています。委員長、はい、フジテレビクリアです。昨日衆参両院での衆議院の予算委員会の集中審議について、与党側が実質的には、当面応じないという姿勢を回答してきましたけれども、そういった回答してきた与党側に対する受け止めと、今後どういった戦略で臨んでいくのかというのをお願いいたします。集中審議の衆参にでの、拒否ということと今後どうするかということですね。まずね、自民党公明党の与党が拒否していること自体大問題だと思います。で大問題っていうのはその理屈がまた甚だしくね、こういうことを言うかと思いません。で参加しない、出席しないから成立しないとっていうようなことを言うわけじゃないですか。こんなことを言う人どこにおりますねなと私は思いますよ。つまり事実上ね、そういうものについて審議、それ自身では審議拒否ということですわな。で2つ目に合わせて、だからこういう拒否の態度っていうのがええのかって問われてると。つまり今私どもは忖度政治ってことを言っていまして、大阪12区なんかはその意味で言いますと、宮本武さんはいわば森友学園の加計学園の問題をめぐった一つのねチームリーダーとして動いてきたわけですけども、まさにそのことが問われている最中に忖度ことがあったわけでしょ。でそういうものについての解明をしようともしないと。でこれが逆に言うとね、しかも選挙期間中に利益誘導までするということがあってもね、そんなことをこう問題のかけらにもしないっていうね、そういう政治感覚というのがね恐れいるっていう気がしますよね。したがって私たちとしては繰り返しお聞きしていくと。今 NHK からもありましたし、逆に言うと日米交渉だってね、そういう問題について議論すべき話じゃないですか。そういう点から言ってもね、およそ国政に関わる根本問題について、何の通用も感じないという、そういう政党だなという気がしますけどね。関連してなんですけども、今回のその予算委員会の集中審議をめぐるそのやり取りにあたっては、特に衆議院なんですけども、委員長に対して申し入れをしたのに対し、昨日の回答は与党の理事側が、与党の一理事が実質的に回答していて、かつその申し入れの際には同席していた、共産党や国民民主党の議員が同席できなかったっていうような状態でしたけども、そういったその、そもそものそのやり取りに対する自民党の姿勢というのはいかがですか。そもそものやり取りとその経過における問題点ということですよね。議会制民主主義は全く分かってないという一言ですよ。だからね、そのなんていうのかな、参議院でもそうですけども、委員長が職責って言いますかね、その自民党がそういうことを仮に言ったとすればですね、事実上開会できないからというなんじゃなくて、本来3分の1の要求があるんだから、この日程はそれは期限ありませんで、だけどそういう問題についてどうするねっていうね、本質問題について問わなきゃいけませんやんか。で、衆議院では確かに3分の1の要求ではありませんよ。だけど、予算委員会のメンバーがですね、要請に来てるわけだから、それについてね、答えるのは筋じゃないですか。だから、そういういわば、
理事メンバーでないとか筆頭でないとかっていうふうなね議論が社会的に通用するのかっていうことですよね。だから通用しない国会の独特のそういう風習や間違った問題についてね平気でやってるっていうそのおどましさっていうのが分かってないという気がしますね。すみません、はい、全く話題が変わるんですけれども、あの新紙幣で津田梅子さんの写真が反転して使われているという問題に関して、菅官房長官は、問題ないと答えたんですが、何かご見解があれば。まあ反転という、まあ、津田梅子さんの写真ですか、投影反転しているというのが、津田塾大学から、まあ、3点出されているやついずれも違うという話でしたが、それはまあ津田塾大学がまあ提供しているわけですし、でまあ創始者としてどういう形で望ましいのかというのは津田塾も考えるんでしょうし、そのご意見を聞くのがまあ普通じゃないですかね。うん、まああんまり私どもがその紙幣の問題についてとやかく言うつもりはないですけども、やはり提供される側やその元々の創始者を使うということに対して使われる側のみになることがまあ尊重するのが大事なんじゃないですか。ありがとうございます、はい、ほなおぎに